東口潮見駅は東京都江東区潮見2丁目にある東日本旅客鉄道京葉線の駅である。駅番号は10四。4。京葉線の列車のほか、西船橋駅から武蔵野線に乗り入れる列車も停車する。京葉線の新木場東京間が計画される当初、当駅を建設する計画はなかった。島式ホーム一面二線を有する高架駅である。駅舎は、 高架下にある。JR 東日本ステーションサービスが、駅管理を受託している新木場駅管理の業務委託駅で、指定席券売機、自動券売機、自動改札機、自動,自動生産機を設置している。ホームの屋根は開業以来中央4両分しかなく、好転の日などは屋根の部分に乗客が集中していたが、2016年10月に屋根の延伸工事が始まり、 2017年6月には、ホーム全体に屋根がかけられた。当駅から上り方面へ進むと、越中島駅との間で地下線となる。当駅は千葉支社の管内であるが、近く間は東京支社の管轄となるため、当駅と越中島駅の間に支社境界がある。JR の特定特市内制度における東京特内に属する。発車メロディは両番線とも定築性である。 2020年度の1日平均乗車人員は1万899人である。東京都区内の JR 駅の中では、越中島駅、上中里駅、高輪ゲートウェイ駅、小久駅、三河島駅、河西臨海公園駅に次いで7番目に利用客数が少ない。駅周辺に大型マンションが建設されるとともに当駅の乗車人員も全増傾向にあったが、 内田博之など企業が移転したこともあり、2009年度をピークに微減が続いていた。しかし、新たなマンションが建設されたことにより持ち直した。また、内田博之が入居していた塩見ゲートスクエアへ、大公証券ビジネスの入居や DMG 森世機の東京ヘッドクオータ新地区により再び増加傾向にある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、 最寄り停留所は、西口駅前にあるロータリー内の、塩見駅前である。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局により運行されている。前日の通り、かつては東17系統も乗り入れていた。塩見駅前バス停は、上記の通り非常に本数が少ないため、人身事故などによる京葉線の運転見合わせ時には、いずれも徒歩10分ほどの位置にあり、本数も、比較的、 多い、塩見一丁目、新砂な一丁目バス停を使うよう案内されることがある。注釈区指候報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。